イアン・カーティスは、イギリスの歌手、ジョイ・ディビジョンのボーカルで、作詞を担当した。ジョイ・ディビジョンのヨーロッパツアーを終了させ、アメリカツアー目前の1980年5月18日に、首を吊り自殺した。23歳没。遺書は見つかっていないが、持病の転換の悪化や、妻と愛人との問題などが理由とされている。歌い方は、パンクロックの影響下にあった、当時のバンドのボーカルとしては珍しく、腹の底から響く張りのある、バリトンボイスだった。内省的な歌詞と、エキセントリックなパフォーマンスで、長い経済不況にあえいでいた1970年代後半の、イギリスの若者たちから、大きな共感を得た。九首の選ぶ、歴史上最も偉大な100人のシンガーにおいて、第88位。1956年7月15日生まれ、マンチェスターから南へ 20km ほど離れたマクルズフィールドで育つ。両親と4年下の妹との4人家族。労働者階級の家庭で育った。家族仲は良く、読書家でおとなしい少年だった。文学と歴史、特に音楽に熱中するようになり、デビッド・ボウイやイギリポップ、ルー・リードに憧れ、高校時代には音楽で成功することへの志を強く持つようになる。1975年、19歳で高校時代のガールフレンド、デボラと結婚。公務員となり、障害者のための職業安定所で勤務する。バンド結成を目指し、メンバー探しに、マンチェスターのパブやクラブを巡る中で、バーナード・サブナーとピーター・フックに出会う。1976年7月20日マンチェスターで行われたセックス・ピストルズのギグを見て大きな衝撃を受け、サブナーとフックが結成したバンドにボーカルとして応募する。このギグはセックス・ピストルズのマンチェスターでの2回目の公演で、サブナーとフックはすでに1回目の6月4日のギグを見て触発され、バンドを結成していた。ボーカルが決まらず、募集広告を出していたが、すでに知り合いだったカーティスの応募により即決。1977年に初めてステージに立つ。バンド名はワルシャワで、当時はまだドラマーが定まっていなかった。しばらくして、イアンの母校の後輩であったスティーブン・モリスが、ドラマーとして加入し、メンバーが固定する。1978年初頭、同じ名前のバンドがあり、紛らわしさを避けるため、バンド名をジョイ・ディビジョンに変更する。9月、ジョイ・ディビジョンは、マンチェスターのテレビ局グラナダ TV の名物 MC、トニー・ウィルソンがホストを務める音楽番組に出演し、シャドープレイを演奏する。このテレビ出演は、初対面のトニー・ウィルソンに、カーティスがアポイントなしで近づき、僕たちをテレビに出せと詰め寄ったことがきっかけだった。さらに、トニー・ウィルソンが新たに設立したインディーズレーベル、ファクトリーレコードと契約し、徐々に活動の幅を広げてゆく。12月、ロンドンで初ライブを行うが、観客は30人程度しかいなかった。落胆したカーティスは、この時初めて、帰路の車の中で激しい転換の発作を起こす。以後、頻発する発作に悩まされるようになる。1979年4月、一人娘のナタリーが誕生。6月にファーストアルバム、アンノーン・プレジャーズをリリース。低予算で宣伝費は抑えられていたが、初回限定5000枚は即完売。音楽雑誌はこぞって絶賛し、パンク以後の音楽界の流れを方向づけるグループとして注目される。ライブとレコーディングは急増し、バンド活動に専念するために退職するが、ジョイ・ディビジョンを中心に、ファミリーのように堅固に結束していたファクトリーと、家庭との溝は深まり、また、悪化する転換と同時にうつ病にも悩まされるようになる。この年の10月、ジョイ・ディビジョンはベルギーで行われたアートイベントに参加する。イベントの興行主であった、ベルギー人女性アニック・オノレとカーティスは、ファン雑誌のインタビューを通じて知り合い、愛人関係になる。アニック・オノレは、ベルギーの音楽レーベル、クレプスキュールの創設者で、ベルギー、フランスなどにおける、ジョイ・ディビジョン商会に深く関わり、12月から翌年の1月にかけて行われた、ジョイ・ディビジョンのヨーロッパツアーにも同行するなど、二人の仲は、バンド公認のものであった。1980年、ヨーロッパツアーを経て、3月、セカンドアルバム、クローサーのレコーディングを終える。4月には、最大のヒット曲となる、ラブ・ウィル・テアース・アパートをリリース。アメリカツアーも決定し、すべてがバンドの成功へ向けて、急速に動いていた。しかし、ハードなスケジュールをこなす中での病気の悪化、それによって、バンドの重荷になっているという自責の念、ロックスターであり続けることへのプレッシャー、妻と愛人の間での苦悩などから、精神的にも、肉体的にも追い詰められ、4月7日に、転換の治療薬を大量に飲み、自殺未遂を起こす。以後自宅には戻らず、メンバーや関係者の家を転々とし、最終的に実家の両親の元へ戻る。バンド結成当時には、音楽家として成功することへの野心を誰よりも強く持っていたが、すでにそのモチベーションはなく、バンドを抜けたい、オランダに行って、本屋をやりたいなどとメンバーに漏らしていた。最後のライブとなったのは、5月2日のバーミンガム大学でのライブである。5月17日、妻デボラと離婚の話し合いをするため自宅へ戻る。デボラがアルバイト先から自宅へ戻る前に BBC テレビで放送されていたニュージャーマンシネマを代表する映画監督ベルナー・ヘルツォークの映画シュトロゼクの不思議な旅を見ていた。それは自由の国を夢見てベルリンからアメリカに渡ったストリートシンガーの主人公が破滅して自殺するという重く悲惨な内容であった。離婚についての話し合いは決着しないまま、デボラは娘を連れて自分の両親の家へ帰る。自宅に一人残り、18日未明に台所で首を吊り自殺。18日の午前11時頃、戻ってきたデボラにより、倒れているところを発見される。遺書はなく、デボラに宛てた手紙があった。また、抗転換薬を飲んだ跡があったこと、ターンテーブルには、イギー・ポップのイディオットがかかったままであったことがわかっている。アメリカツアーには翌日の5月19日に出発する予定であった。23歳没。遺作となったクローサーは7月に発売され、A チャート6位のヒットとなった。墓石にはデボラの希望により、ラブ・ウィル・テアース・アパートの文字が刻まれた。残った3人のメンバーはバンド名をニューオーダーと変更し、イアン・カーティスの自殺を知らされた日のことを歌った、ブルーマンデーは世界的な大ヒットとなった。狂わんばかりの風車へと変化していく、あの様というステージ上の顔は、公務員としての顔と、あまりにもかけ離れていた。気性の差が激しく、実生活でも、普段は穏やかで優しく、礼儀正しいが、突如逆上して、激情をあらわにすることがあった。転換の治療で、大量の投薬を受けるようになってから、特に躁鬱の差が激しくなり、バーナード・サムナーは、転換の薬が、結果的に精神状態に悪影響を及ぼしたのではないかと指摘している。また、周囲に気を使い、周囲に合わせて無理をするところがあり、期待に応えられないことが、プレッシャーになったのではないかとメンバーは語っている。勤め先の障害者のための給食センターでは、障害者たちに懸命に尽くし、同時に彼らから強い影響を受けていた。シーズ・ロスト・コントロールは、職安に来ていた転換の少女が死んでしまったことに、ショックを受けて書いた詩である。愛犬家で、飼い犬キャンディの写真を持ち歩いていた。ステージでの激しく痙攣した動きと取りつかれたような表情で、見る者に強烈な印象を与えカルト的な人気を得たが、それらのパフォーマンスは、転換の発作の先駆症状に酷似していた。詩作を好んだ文学青年らしく、インスパイアされた文学作品を彷彿させる歌詞が多い。デッド・ソウルズはニコライ・ゴーゴリに同名の小説、アトロシティ・エキシビションは J.G. バラードに同名の短編集がある。インターゾーンはウィリアム・バローズの裸のランチにおいて対立する世界の中立地帯として位置づけられている。都市の名称である。この他に T.S. エリオット、ジョセフ・コンラッドが好きな作家として知られている。自己の内面を執拗に問いかける詩は、孤独、不安、絶望の感情に満ちている。体制への怒りを表現したパンクに対し、カーティスの詩には、自分自身に対する怒りが強く現れている。自身を取り巻く世界の崩壊が暗喩を駆使した文学的な表現で冷徹に描かれる一方で、悲嘆を率直に吐露する表現も見られ、デジタルで無機的なフレーズと情緒的なフレーズが拮抗するジョイ・ディビジョンのサウンドと相まって理性と劇場が葛藤する独自の内面世界が描き出されている。インタビューでは自身の死について特にメッセージなどはなく、どうとでも好きなように解釈してもらえればいいと語っている。周囲の人々は死の内容についてあまり気に留めず、死に現れている苦悩がカーティス自身のものであるとは思っていなかった。クローサーの歌詞があまりにもうつうつとした暗いものであることに不安を感じていたニック・オノレに対し、所属レーベルの社長であったトニー・ウィルソンは、死はあくまでもアートなのだから恐れる必要ありがとうございます。